養老農園プロジェクトの皆さんです。養の幼い、そして養はこうやって置いとけばいいか、置いということで、幼いものから置いたものまで農業ですね、農をベースに構成される養老農園プロジェクト。会員の皆さんが、ね、所有する広大な農地があるんですが、その農地で栽培をして収穫を します。そして収穫された農作物は深川神社の参道で販売をしていると言って、どうぞ皆さん、政治の方に。そして自家ベーカリー、ああそこからもう決まっちゃうのかな。で、自家ベーカリーでのパンの制作販売、そして芸術活動として音楽もやっているということです。で、今回はメンバーによる振動パフォーマンスをお楽しみいただけます。それではお願いします。Thank you.
きましたので、こちら養老公園の、ご説明をさせていただきます。今養老公園プロジェクトの中で先ほどですね、新郎夜叉というのを言ったんですけども、もう一つ、見たことあるかな、お会いしたことあるかな、生徒君とコマちゃんっていう、かわいい、そうですね、ゆるキャラがいるんです。見たことありますか？会ったことあるかな。生徒君とコマちゃんは、それこそね、サックスを振りたいとか、楽しく歩いて、みんなと握手をしたりとかして、皆さんと一緒に仲良くしたいなって言ってます。よくね、そうですね、岡川神社の近くに、瀬戸岡川神社っていうのがあるので、そちらにおりますので、会いに来てください。瀬戸君、コマちゃんを主催しているのが、そこにいる神尾さんです。よろしくお願いします。今日はなかなか取れなかったんですけど。養老公園プロジェクトの中には、農野部門があります。農野部門は、瀬戸市の中に10カ所ぐらい大きい農地がありまして、そこの中で農家が、みんなで農家をやって、そして、できたものを、産直とかにね、出荷したり、それとか、そこに、今日はそこで、マルチファーム三浦という人はあそこでエアコン売ってますんで、あそこで農産物、はい、販売してますんで買いに来てください。エアコンサウナ栽培は県下でもトップクラスの生産量を持っております。そしてね、個人の方とかグループの方にも農園の貸し出しの方もしてますので、よかったらまた声かけてください。そしていつもそこと瀬戸湾っていうところと、こういったマルシェとかで販売をできたものをね、販売してます。買いに来てくださいね。はい、もうあとは、その深川神社の階段を降りていくと右側に、私たちの瀬戸湾っていうフリースペースがあります。そこで、いろんなイベントをやったりとか、こういった小さいマルシェをやったりとかしていつもやってます。それはだいたい、どうだろう、4ヶ月に1回ぐらい。そうだね、毎月1回瀬戸駒縁日っていうのやってまして、ちょっとだけ派手なしてますね。あと毎週日曜日はいつもそうやっていろんなものを売ったりとか遊びに来てっていう感じでね、楽しんでやってます。そこには瀬戸駒茶屋っていうところもあるので、そこは本当にカフェでとても綺麗なところなので、お茶屋もしに来てくださいね。はい、あとはベーカリー部門、ベーカリー、パンを焼くところがあったりとか、瀬戸駒茶屋さんと言いますよね。そこでは、そこのパンの、ベーカリーのところで焼いたパンを、そこの愛ちゃんがね、今日はそこで愛ちゃんが売ってますんで、全部手作りです。うちの野菜を使ったパンを売ってますんで、覗いてみてください。そこで売って、瀬戸駒茶屋っていうところで、プチモーニング。コーヒーと一緒にね、召し上がっていただきたいと思います。あと、そこのベーカリーもレンタルしたりとかできますので、一回そこでパンを焼いてみたいなとか、ちゃんと大きなね、オーブンとかも全部用意してありますので、やってみたいなって方はぜひお声掛けをしてください。こんな感じかな。あとは、みんなで盛り上げていこうっていう感じで、あずま県マルチファームの皆さんで、はい、そういうのを、ね、瀬戸物祭りの時とか、正月の、初詣の時とか、ねきねこ祭りとか、とず祭りでもね、この前もね、楽しんでまいりました。あともう一つ、最後に面白いものをやってます、養老ファクトリー。養老ファクトリーでは、ふんどしを作って、ふんどしを売ってます。老若男女、女の方から女性の時から男性の方まで、似合ったふんどしを、ふんどし売り上げ世界一です。実はこの瀬戸湾で一番多く利益が上がってるのはふんどしなんです。一番人気はふんどしです。皆さんね、あそこのマルシェです と、ふんどしを手に取って、自分にどんなのがいいかなとか、あと旦那さんにこんなのプレゼントしたいななんて手に取って見ていただけますので、もしよかったら来てください。あとはオーダーメイドでも作りますので、なんかもうちょっとこう可愛いのがいいなとか、もっと柔らかい生き物がいいなって言ったら、すぐにこの日々の粒が作りますのでお呼びください。はい、今日もそこで日本をちょこっとですけど出しますので覗いてみてください。
そうです。あやちゃん実はジャズボーカリストなんですよ。そう。チンドンはやってるんだけど、普段はジャズやってるんですよ。その古い玉氷の歌をちょっとチンドン風に私たちがアレンジして歌わせていただきたいと思います。なんか CM 曲になってくれたので懐かしい感じがするかなと思います。では